おきげんよう。ただいまスカイリムのホワイトランにいます。で、今回はこのグレイメーンのプラリアを探すクエストをやっていきたいと思いますが、お家にあのおばあさんが待機してると思うので、ちょっと早めにやってしまわないとその市場に出なくなってしまう気がして。ここかな、グレイメーンが個人じゃがいもレベルでも争ってる。10ゴールド。わあ、ここですね。あれ入れないや。今何時だ？なんでだ？こっちからもしかして裏口からは入れないってこと？あれ？ピッキングしないとダメらしいですね。見られてるな。正門からピッキングした方が。なんで入れなくなってるんでしょうね。よいしょ。いや、衛兵がたくさんいるな。あ、OK。発見された。隠密中。よし。素人レベルだったら、OK。よし、これで話ができるかな。怒ってるじゃないか。He's here to help us find Thorold. How do we know he's not spying for the Battleborn? This was foolish. We can't trust anyone. Who knows what they'll do if they find me here? I can't take any more of this. Overstein. Please, let's just talk. All right, mother. So, you're here to help. My brother Thorold, he was fighting for the Stormcloaks and went missing. Everyone assumes he's dead. But he's not. I just know it. The Imperials captured him and they're holding him. The Battleborn's nowhere. I'd go and search their house for proof, but they want me to. I'd be captured and then we'll never know what happened to him. So I need someone to find that proof for me.証拠を見つけるところからですね。どんな証拠が必要なんだ？ Anything that confirms that Thorold isn't dead, but is being held captive. I know those Battleborns have it. They'd be hiding it, of course. Wouldn't want it to get out that they've been lying this whole time. But you might be able to butter them up enough to lower their guard. なぜバトルボーンが関わってると思うんだ？ The Battleborns, the Emperor's biggest players here in Whiterun.Their connections to the Empire and the Legion are well known. When Thorold didn't return home, there was no question in my mind. すごいなんか。Thorold supported the Stormcloaks, knew he was gonna aid them in battle, made sure he didn't come back. Locked him up someplace to get back at my family. I'm sure of it. めっちゃ安直というか。でも、それでも証拠をまず見つけようとするのがいいですね。そっか、居場所さえ分かってない感じだもんね。もし本当にそうだとしても。そっか、じゃあどうすればいいんだ。忍び込みますか。ホワイトランのバトルボーン家が証拠を持ってると信じている。証拠を探して。証拠か、ものすごい大雑把だな。一応マーカーは表示されてますね。キナレス聖堂。ここか。キナレスって何の神でしたっけ？あれ？開いてるぞ。開いてるけど閉まってるぞ。よし。誰かいると厄介だけど。いなければいいな。お昼だし。開いてんのか閉まってんのかどっちなんだい。あ、ハスキーにバレた。
すいません。なんか警戒してるものすごい。お邪魔しますよっと。あ、丁寧にピンが難しい。立てられてていいですね。あれ？レベルが上がってしまう。どこだ？もっと右かな？あ、ここだ。あ、もっと上だ。この辺？よし。会場が19に上昇。帝国軍について。ちっちゃい文字がソラルド・グレイメインの所在を知りたがってるようですね。その情報を提供するのは私の義務です。その囚人はサルモールの使者が拘束し、ノースウォッチ砦へ連れて行きました。詳しく言う必要はないと思いますが、これ以上詮索しない方がいいでしょう。デリウス将軍が絡んでる。なんでだ？せっかくだから何か金目のものでも。あ、ちょっと敵対してる。すいません。違う。ダメだ。リディア、やってはいけない。リディア。リディア。よくないよ。すぐ殺すのは。ゴールドは確か盗んでも、盗品扱いにはならない。あれ？なんでこれは盗品扱いじゃないんだ？盗むになってますね。よく見ると。読むだけだったら大丈夫っぽいね。金持ちだな、バトルボーン系は。さあ、ゴールドがそのまんま無造作に置かれていればいいんだけど。ないな。確か盗品って盗んでからすぐに売られなかったと思うんですよ。あった。どうも盗むところをワンワンに見られたからちょっと殺さなくてもよかったんじゃないか。もしあれが人間だったらリディアは人を殺してたんだろうか。獣士様を傷つける者は全員殺すという具合で、ただ証拠は見つけられて、そのこっちはまだピッキングしてなかった。バトルボーンが関わってるというか知ってるということが知れましたね。テリウス将軍っていうのは最初の処刑のとこにいた人だっけ。見つけた。The Thalmor by the Nine. It's worse than I thought. So, ノースウォッチ。Then we know where to hit him.ノースウォッチ砦を襲撃する気か？マジ？Thorald can't be left to those monsters. 一人でなんとか彼を連れ出してみる。血を流さずに。これだな。What? You alone reasoning with the Thalmor? That's madness, friend. そう。You're serious, aren't you? Very well.I'll give you a chance, 頑張ります。But if you can't do it, I will. サルモールか。サルモールだったら殺してもいいかもしれない。サルモールってこの戦争のきっかけになった人だったっけ？曖昧だ。とにかくその砦にまず行かないことには。遠いなぁ、ノースウォッチ砦で。ソリチュード行けちゃうね。これはちょっと後回しにしてもいいかもしれないな。では、世界の声の道目指していきますか。シセロが近くにいる。シセロはここか。で、イバルステッドに行かないといけないんだ。
途中にヒルグランドの墓があって、こうやって行かないといけないんだね。で、ハイフロースが、これ目指していきますか。今日はホワイトランを出て馬を飼いたいなちょっとお家を、その仮拠点というのを、ここに仮拠点を置いたので荷物はそこに置いてきました。だからしばらくお家は大丈夫だと思うんだだから馬をちょっと飼っていきたいと思います。移動が大変になるので、そのファストトラベルができない間は、それでコツコツクエストをこなしていけば家が貯まるお金も手に入る気がする。あれ、スカイリムが落ちた。よし再起動してきました。わあ、また雷が近づいてるって。なんか天気がいつも良くない気がする。では向かっていくんだけど、馬を飼ってこう、 OK、 迷わないように都度マップを開いて見ていこう。あー、何時だ。ちょっと旅をするにはまた雨だ馬をくださいな。ま、ソフィア、君はなんで裸なんだ。この人、メイデンルーム盗む。ちょっとお邪魔しよう。あ、もしかしてここは、あ、メイデンルームいるかな。ここにリリースメイデンルーム、奥さんが、うん、一日一善。ひどい天気だな。How can I argue with that? うん。で、旦那さんは、ご主人様はどちらへ。あ、寝れるよかった。じゃあこれで朝まで寝ますか。一応12時間ぐらい、もっと寝てもいいかもしれない。おはようございます。お腹が空いたでは、そう、料理をしたんだ。アップルキャベツシチューを、なんか必要素材がたくさんあって、それを揃えるのが少し大変でしたが、これを食べるとマシになるちゃんと、あ飲み物だった、シチューは。あ、でもこれでもお腹いっぱいにならないんだ。相当お腹が空いてるようで。では水も飲みつつ、水のジョッキーで、ステーキ、クマステーキ、これ重量 0.5 あって想像以上に重たいんですよ。ありがとうございました。ここに止めさせてもらえるなんて思わなかった。じゃあ朝なので天気もきっと良くなってるはず。 OK、 今は朝の7時です。まだ馬屋は開いてないかな。なんであの人は馬屋で寝てるんだ、裸で。あれはモッドの人物なので、またエヴァンジェリンがちょっと、その解決、いとこのあれが解決できるまではエヴァンジェリンと一緒にいたいと思います。ちょっともう少し待機しましょう。何時開店なんだろう。君は違うよね。あ、君だったんだ。馬は何歳ぐらいだ。一番若いので6つ。
She's got a lot of spirit, that one. We've taken to calling her Queen Alfsia, or just Ali for short. I expect you can make her anything you like once she's yours. 1000ゴールドはしないよね。アリー。蔵のあるやつを持っていけ。1000ゴールドするんかい。もっと300ゴールドぐらいかと思ったけど、高いな。でも馬は一生ものだよね。これでどうだ。何匹売れるんだ。あ、Pretty sure I sold it to you. 了解。Ride strong. アリー。やった。馬の名前がカリンだ。なんでこう安直になってしまうんだ。これリディアも乗るかな。やった。あ、いいねいいねいいね。リディア用の馬もおる。よし。で、ちょっとマップをもう少しズームしたくて。なんか慣れない蜂蜜種のリバーウッドの方行けばいいのか。で左に OK。 さっきマップ見てなかったらこっちに行くところでした方向音痴はいかんですね。やった、これで旅がはかどるぞ。これ移動最中カットしようかちょっとまだ検討中なんですけど、あ、というのも、あ、急に暗くなった。というのもそのこういう旅の途中でいろんな発見があったりするので、チルファロー農場を何をしてる農場なんだろう。いいですね。あ、リディアも来てる確かその何もしてない、待って待てよ待て待つんだ待つんだ。ちょっとどうするか。HP も最初のドラゴンより全然多いし、剣で振っていった方がいいかも。ちょっと狼を召喚します。で弓矢、剣の方が強いかな。ちょっと接近やってみますか。せっかくたくさんいるので32で、たまにフスローダーも、おやばい、何が起きてるフスが出るのが遅い。よし、お、両手武器も上がる。ひるんでるぞ。いいぞ、一人じゃない、どんどん上がっていく。いった、止まっ、待ち。これは無事にハイフロス川に行けるか。弓だ。あ、何を食らったんだ。快適な馬の旅が。よかった。そうだな。えらいことなってる農場を襲わんで。よし、リディアが召喚もしよう。召喚して。こういう時の召喚だ。頭が弱点とかないかな。あの魔法がちょっと得体が知れないからあまり近づかない方がいいのかも無差別にやめちくり
よし。負傷者はいない。おお、すごい、いっぱい持ってる。やった。なんだこれは、ドラゴンボーンミール。ドラゴンボーンミールとは。よし、吸収。あー、鶏が。大丈夫？農民の方々は無事？助かったよ、ホワイトラン衛兵がいて。本当に。そしてホワイトラン、大丈夫か？ホワイトラン付近でよかった。もっと山奥だったら一人で対処する羽目になってた。そして馬が、馬をちょっと呼び寄せますか。馬がいなくなってしまった。馬を呼ぶには確かそういうものがあった気がする。あった。これで、うん、あ、来た。さあ、リディアも乗ってもろて。で、これが蜂蜜醸造所で、こっちに行けばいいのかな。良さそうだ。川を渡ってからの方がいいかもしれない。ちょっとこの看板を見てみよう。イバルステッドだよね。イバルステッド、 OK。 この道をずっと行けばいい。馬の名前変えたいですね、アリーに。せっかくホワイト川、せっかくもらった名前だから。うーん、最近エヴァンジェリンさんついてこないな。馬に乗ってると攻撃できないのか。よいしょ。狼も強くなってる気がする。よし、あ、久々のキルムーブ。よし、一匹しかいなかったんだ。狼は群れで狩りをする生き物だと思っていたが。よしよしよし。パカラパカラパカラ。あの山賊もおる。山賊もおるか。両手剣。やばい。何？何事？狼は敵だよね。敵の敵は、なんで急に骸骨になったんだ？スケルトン、古代ノルドの、え？戦ってる。私の召喚のものと狼が戦ってるんだ。行こう行こう行こう。リディアは？よいしょ。おっかないな。イヴァルステッドに行くだけなのに。あまり平和に。このヒルグランドの墓はどうしよう。どうしてもマップをドラッグしたくなる。こうすれば見やすいかな。道沿いに、あまり行きすぎるとウィンドヘルムについてしまう。よし。切りかかってますね。あ、鹿さんだ。食料が あまりにも想像以上に余るので、どうにか処分したいというか、買い取ってくれる人がいたら助かるんだけど。まっすぐでいい、良さそう。なんか監視塔みたいのが見えてきたけど、
敵いそうだな。いて突進してきた。いるよね。あ、いた。待て、リディア。待つんだ。まずは先手を。リディア、リディア、まずはスニーキングで様子見。バルーム、バレてるかな。来るの早すぎるんだって。一直線でこっち来るじゃないか。やばいな。召喚、召喚が役に立ってるかわからないけど、え、違う、君じゃないけど、死んだら召喚されてくれる。よし、召喚魔法のそのマジカの消費が凄まじい。ありがとう、リディア。リディアが強すぎて。よいしょ。人生がイージーモード。あと上ですね。リディア、もっと抑えていいんだよ。もっと抑えてもろって。よし、ありふれたもの。あと、もう一個上。よし、この剣が強すぎて手放せなくなっている。やっぱ両手剣だな。よいしょ、貴重なカジートが。重すぎるって。いて、まだいる。どこにいる。え、あっこにいるのか。何人いるんだ。ちょっと待ってよ、死ぬんじゃないか。まず価値の低いものを置いていきますか。 OK。 鎧とかも。お、敵、敵敵なんかーい。走ってきたんかーい。ここまで私の破壊魔法の餌食になるがいい。よし、あー、盾が、銅が高いけど重たいな。その分宝石持ってれば優先したいですね、それを。革の鎧も結構コスパいいかも。重装はコスパ悪いですね。あ、チーズだ。チーズ重たい。8キロって。よし、あと向こうの。ガードできないか。ちょっと待って、やってはいけない。それはやってはいけないことだ。危ない。危なぁ。今、強攻撃が繰り出されるところだった。ちょっと待って。孤児は救いたい。その私の力ではどうすることもできない孤児たちよ。山賊長さん、よし。で、破壊魔法の餌食いた。食らっても、スキルが上がる。本当に？それは、あ、100ゴールド。それは信じられないな。あ、欲しい。あー、300だと。ちょっと重装の時代が来たかもしれない。ドワーフの片手王の。リディア。リディアはおらんかね。300か。でもコスパ悪いんだよね。どうするか。リディアが近くにいないとどうすることもできなくて。置いてきますか、その他のものは。まだ敵がいるね。
山賊長はどこから来たんだ。あ、罠にかかる音がした。置いていこう。また来て取りに来ればいいか。うん、こういう重たいものは置いていってまた取りに来るとしよう。これでも重たいのか。両手系が圧迫しますね。ん？何かが落ちてきた。なんだこれは、モーニングスターかな。よし、向こうだ。ナイス。向こうだね。あ、まだいる。これはいかん、これはいかん。たとえ攻撃してくるとしてもいかん。うおー、ここで死んでる。よし、早く敵対を。リディア、もしかして。リディアに教育をしたいが、リディア、ちょっといいかな。多分これで戦闘地の役割を変えたい。現在標準これだ。I understand. これで私と仲間を癒してほしい、敵を引きつけてほしい。やっぱりこれまで通りで頼む。バランス、何もしない、させないわけにもいかずに、かつその特定の敵だけを、お、錬金器具だ。特定の敵だけを攻撃させないわけにもいかない。そういうモッドはないだろうか。レトルト、なんだこれは。初錬金かもしれないですね。錬金っていまいちはよくわからなくて、スタミナ減退回復、これと、これで、作成ってやると、あ、毒ができたんだ。対象のスタミナ回復速度 14% 減少させる。微妙ですね。錬金って難しい。やっぱり、なんか一周目であんまり触れてこなかったのが分かってきた。これは金策にもなってくるのかな。あ、ゴールド。そうだね。ちょっとあれだな、何を言おうとしていたのか忘れてしもうた。よし、リディアに荷物を預けましょう。これ取ったら太鼓は、あ、60も。What's on your mind?60の価値があるものはいくらで売れるんだろうね。ドラゴンの骨は重たいので、バックパックしてこの重量の足りなさだからな。あとは大型ナップザック、リディアにもつけられないかな。勝手に好きなものは装備してくれるはずなので。一応これでも置いてきた方なんですが、食料を持たせますか。かぼちゃとか一つで3キロもあるものが、かぼちゃ、食料を置いてこなかったのは間違いだったな。料理で何が必要になるのかわからなかったから一応全部持ってきてしまったけど、ドワーフの両手王の、今近くにリディアがいるから取っても大丈夫そう。ってことはさっきの重装も取っても、あ、いいですね。レベルが上げられる。ワインだ。ワインは喉の渇きが癒せるから、一応持っておこう。ワインがあれば水は必要なくて
それだけで十分なのだ。チーズ、お、エンチャントされてる。え？びっくりした、消えたかと思った。どれだ、これか。21 20ポイントのマジカダメージ、あ、強い。攻撃力が単純に今のやつより高いのでこれにしましょうか。よし、じゃあここは制圧したところで一旦区切りたいと思います。リディアとちょっと休憩してまた再出発します。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様です。